インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。王都を守る障壁が崩壊、帝国軍は王都城周辺を爆撃。おい、待てよ。両国間で行われていた停戦協定については、今回の事件を受け、当面の凍結が発表されました。また、亡くなられたレギス国王陛下に続き、ノクティス王子、そしてテネブライのフルーレ家令嬢、ルナフレーナ様の死亡が新たに確認されています。いいか、途中で投げ出すことは許されない。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。